倉倉林林子子日本共産党の倉林明子ですあの今回、ハンセン病元患者家族に対して、国会および政府の責任を明記した法案が、原告団、そして政府の合意を踏まえて、議員立法として提出される運びになったと、本当に大きな一歩だと思っております。一方ですね、原告団長の林力さんが、この合意の後にですね、 180万で贖がないましたと、合点する者は誰もいないと述べられているように、まあ、家族の受けてきた人生被害、これ踏まえれば、苦渋の決断があったということを、立法府に身を置くものとして、深く受け止めたいというふうに思っております。まず参考人に確認したいと思います。先ほども紹介ありましたけれども、今回の法案によってですね、 保証の対象となるハンセン病家族の人数および補償額、確認をさせてください。宮崎健康局長。お答えいたします。今般の補償の対象となるご家族の数につきましては、一定の前提を置いた上でということでございますが、約2万4000人、必要な経費としては約400億円と試算しております。はい 先ほど来、紹介もありましたけれども、12日にあの視察させていただきました多摩全省園の視察の中で,です、ね、全国ハンセン病療養所入所者協議会、全療協の事務局長からです、ね、家族は保証金が1億円あっても名乗り出ないとおっしゃって、これ、大胸に答えました。で入所78年 92歳になるという平沢自治会長も、故郷に帰ることも、お墓に入ることもできないと、いまだに実家の敷居をまたぐことも、墓参りもかなわないというお話もお聞きしました、で入所者はですね本当の名前を名乗れない、今も亀だというお話も聞きました。元患者の家族だと 知られることを恐れて、やっぱり請求に踏み切れない人が、本当に多数に上る可能性、極めて高いんだということを、お話も伺って痛感したわけですね。で、原告561人のうちですね、それでも名前を出して裁判に臨んだっていう方は、わずか数人だったという現状です。あの今回皆さん本当に多くの努力 で法が成立する見通しとなりましたしかしですね、これ、実際の保証金を受け取ることのない元患者家族、これ、多数に及ぶようなこと結果になってはね、本当にならないというふうに思うわけです。そこで改めて大臣の認識を伺っておきたいのと、家族本人の申請待ちということではなくって、やっぱり先ほど来、ご紹介もあるけれども、 原告団等の意見をよく踏まえて、こういう実情なんだということから、請求を促す仕組みっていうことを、ぜひ早急に検討もしていただきたい、これ、いかがでしょうか加藤大臣。<laughs> あのまずはあのこうした制度ができ今回の法律によって出来上がるということ、それから先ほどちょっとご説明しましたけど、いろんな事情を含めて、この請求をする立場にある。 元患者のご家族の皆さん方にしっかりと情報が提供されていく、まあ、そういった意味においては、あの広報用のポスター、リーフレット、ホームページ、あるいは国における相談、受付体制の整備をしっかり進めていく、また、原告団の方々に対しては、あの弁護団を通じた情報提供、また、国立ハンセン病療養所において、 えー、そこの職員の協力を得て、まあ、入所者の方にお伝えをし、そしてその方々からそれぞれのご家族にまあ、話が行く等々のですね、えー、そんなことも考えていきたいと思っております。まあ、加えて、あの申請書類をの入所の仕方ですね。今言ったように、あのこれまでお話がありましたように、それをいかに簡便にするか、あるいはあまりその人を的に取れるっていうんですかね。そういう人,人に。 そういった自分の個人情報をささずにです、ね、入手できる方法あるいは書類の書き方手続きを分かりやすく周知する、まあ、そういったことを含めていずれにしてもあの 幅広くです、ねえー、こうしたことの周知を図るとともに、まあ、あの今までご意見ありましたように、差は去りながらなかなか名乗り出れないという、そういうお立場、まあ、これただ請求していただかなきゃならないという制度でありますから、まあ、その中において、そうした方々の状況を踏まえてです、ね、まあ、どういうことがやれるのかということも、まあ、引き続きです、ね、弁護団等ともからもお話を聞きながらです、ね、あの円滑にこの保証金が支給されていけるように、努力をしていきたいと思っております。 手続き上の問題で、いかにやっぱり申請しやすくするのかっていうところで、あのとことんあの、仕組みについてはね、工夫と柔軟な対応を求めておきたいと思うんですが、やっぱりね、非入所者も含めて、あの今も根強く残っている差別偏見と。 この解消の取り組みと合わせてやっていかないと、家族が申請できる環境っていうのは作れないというふうに思うんですね。そこで、改めて差別解消の取り組みについても質問をしておきたい。1996年、差別と偏見の温床となっておりました、来予防法が廃止をされると、隔離主義、この歴史がようやく終わりまして、国会では来予防法の廃止に関する法律、これ制定と。 この付帯決議で,で、一般市民に対して、また学校教育の中で、ハンセン病の正しい知識の普及啓発に努め、ハンセン病に対する差別や偏見の解消について、さらに一層の努力をすることというふうに付してるんですね。これ、2002年にはさらに人権教育啓発推進に関する基本計画が策定されて、その中にハンセン病、元患者も位置づけられたと。 えー、だからもう十数年、20年近く経ってるんですね、えー、ところが差別意識は今も根強く残っているっていう現状があるわけです、そこで大臣に伺いたい、えー、国会でのこの二帯決議、そして国が作った基本計画、これを踏まえた取り組みっていうのはね、十分だったというふうに言えるのか、いかがですか。加藤大臣 まああの厚労省としてもです、ね、今ご指摘あった付帯決議、あるいは基本計画、まあ、これを踏まえて、えー、全国の中学校などへのパンフレットの配布、あるいは国立ハンセン病資料館の運営など、ま、だ復旧啓発を通じた差別解消には取り組んではきたところではありますけれども、あの今回の法案の中にも、 特にハンセン病、元患者のご家族ということが明示をされ、この問題の重大性が認識されずに、国会及び政府において、これに対する取り組みはなされてこなかったと、まあ、こう明記をされておりますし、まあ、そのまさにそうした患者の皆さんのみならず、ご家族ということまで明示的に伝統に置きながら対応してきたのかということ、まあ、もちろん、元患者の方々を含めた全般的な取り組みも、これまでどうだったのかということも含めてですね、今、 原告団家族代表元患者の方々と、まあ、我々厚生省、法務省、文科省との協議の場,におい協議の場を立ち上げです、ね、まあ、この場において、ご家族や元患者の皆さんからもごあのお話を聞かせていただいているところでございますので、まあ、そういった声もしっかり聞きながらです、ね、差別解消について具体的な取り組み、改善すべきところは何か、そういったことを明らかにしながらです、ね、さらに進めていきたいというふうに思っております倉橋明子君。 あの来予防法廃止以来です、ね、やっぱり差別解消の取り組み、必要だということだったんだけれども、やっぱり現状、この間の取り組みっていうことは、不十分だったと言わざるを得ないと思うんですね。で国がまあ誤った強制隔離政策を長期にわたって続けてきたと、このために大多数の国民がですね、ハンセン病の病歴者、そしてその家族に対して差別、偏見してもいいっていうか、そういう認識をっ 多くが持つっていう、いわゆるね、社会構造に出来上がってるっていう状況だとやっぱり認識すべきだと思うんですね、そしてそれ変えられてこなかったっていう状況があるわけです、要はね、その強制隔離政策を誤って長く続けてきたその政府の責任っていうのは極めて重大で、この差別解消、本気でこの間の取り組みの総括も踏まえて、あの責任を果たしていくと。 いうことを強く求めておきたいというふうに思います。そこで、先ほども指摘ありましたけれども、そのハンセン病療養所入所者の療養体制の充実についても質問したいと思います。20年度から実施されます新たな定数、国家公務員の定数削減計画について見ますと、5年間で10%の削減と。 これ今回、反戦療養所、ここにもそのまま当てはめられることになりますとね、看護、介護職員の削減につながると、療養体制の交代になりかねないと、これ、全療協の事務局長からのご指摘も、その一点に限ってのご要望があったと、先ほど紹介のとおりだと思います、絶対交代になるようなことあってはならないと思いますけれども、いかがですか吉田医政局長。 お答えいたしますあのハンセン病療養所の定員につきましては、入所者の皆様の高齢化が進んで、職員の看護、介護によらなければ、日々の生活を維持することが困難となっておられる方がもと増えていると、事実上にございますので、定員合理化の対象ではございますが、平成26年8月に統一交渉団とで、今後の定員の取り扱いについて締結いたしました合意書に基づいて取り組んでおります。この合意書では 平成27年度から30年度までの間の毎年度の定員を対前年度プラス1人ずつとする。その結果、介護等の支援を必要とする入試者1人当たりの介護員・看護師数を平成21年度の定員1.0人から30年度までにおおむね1.5倍程度に拡充する。2つ目として、平成31年度以降は定員を継続的に減少させていくが、その際の 入試者一人当たりの定員については平成三十年度時点の水準を維持するという形になってございますハンセン病療養所の定員につきましてはこの合意書そして入試者の療養環境の状況等を踏まえまして医療介護等の質を確保していくことが重要であると認識しておりますので引き続き療養環境の充実に努めてまいりたいと思っております倉林昭子君あの19年までのところで言いますとあの全体 あの維持すると、体制維持するということだったんだけれども、今後、全体としては、ンセン療養所も含めて職員減らす計画だと、こういうことになってるっていうことに、やっぱり重大な危機感が示されてるんだと思うんですね。私は基本法の3条、安心して豊かな生活がえー入所者に確保されると、これがあの問われると思うんですね。そこで、入所者の平均年齢っていうのは、90歳を上回ると。 認知症も視力の低下などもあって、終末期をこれから迎えていくという段階に入っております、で夜間の対応には、介護職員の参考体、これ、実施は欠かせないという状況になっております、で夜間の介護職員の参考体制を取ると、今度は逆に昼間の方が手薄になるというような状況にもなっているというふうに伺っているんですね。そこで 平成25年度の定員を定める際には、国立感染療養所の定員が、毎年度連続して大幅に減少している状況に歯止めをかけるとともに、基幹業務職員の配置を含め、充実した介護体制を確保するという基本方針、さっきも紹介ありましたけれども、これ、堅持してね、私は体制強化、今回、法にも盛り込まれた整備拡充、充実と。 ということで、えー、取り組んでいくべきだと思いますが、これ、大臣、いかがですか加藤大臣。あの今の、えー、平成25年度の定員に関しては、まあ、当時、そうした方針で、定員の確保が、まあ、それまでずっと定員が減少してきたんですね、でそれを止めたという認識であります。で、その後、あの入所者の方々からも大,大変強いお話がありまして。 確か当時はあの反,反ストする,とかしあするとかいう話もある中で,です、ねえー、平成26年8月に統一交渉団との間で取り扱いをした中身についてはさっき局長から答弁をしておりますから申し上げませんが、まあ、したがって当然これは26年8月あるいは27年以降の話でありますからこれはしっかり踏まえていくというのは当然のこととして、まあ、加えて今委員ご指摘のように入所者の高齢化あるいは まあ認知症等ですね、そうした状況の変化、そうしたことを踏まえた、まさに入所者の療養環境をどうしていくのか、そうしたことも踏まえて、決定していくことが必要だというふうに考えておりますので、引き続き、入所されている方がまあ安心してですね暮らしていただける、そ,そうした入所あの施設において暮らしていただけるよう、医療・看護体制の充実も含めて、取り組んでいきたいと考えております倉橋明子君。 あの今、ご紹介あったように、入所者がハンスト行為にまで及んでですね、勝ち取ってきたのが今の体制なんですよね、でえー、先ほど、先ほど来前哨園資料館での見学の状況もご紹介いただきましたけれども、当初から軽,軽度な、 軽症な入所者については、もうご飯を作ることから始まって、療養環境を自らが担ってやってきたんですよね、でその方々が今、本当に高齢で最後を迎えるっていう事態に、やっぱりね、安心して最終的な週末を迎えられる体制っていうのは、 どういうものなのか、絶対抗体があってはならないということを強く申し上げたいし、えー、それを担保するためにも、介護職員の,あの手当の増額っていうのはね、本気で検討していただきたい、これは要望にとどめて終わりたいと思います。 本日の審査はこの程度にとどめますあ。調査はこの程度にとどめます。次に、ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律案および、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず提出者、衆議院厚生労働委員長、森山正人君から順次、趣旨説明を聴取いたします。森山